皆さんは iPhone 使いこなせていますか？テイラーテレビということで、こんにちは、テイラーです。先週の木曜日ぐらいだったかな、とある情報を LINE の方で、知り合いの方からいただきまして、なんとですね、皆さんのご存知のアメトークありますよね。そちらでですね、ついに iPhone に関するアメトークが行われることになりました。その内容がですね、タイトル iPhone 使いこなせてない芸人というタイトルでして、まあ文字通りiPhone をね、使いこなしてない芸人さんが集まってトークをするというものです。そしてですね、なんとこの出演者に藤原の藤本さんとか、まあ、森三中とか中川家とかピースとかスピードワゴンとか、すごくいろんな iPhone 使いこなせてない芸人らしいも芸人さんがたくさん出てくるんですけど、なんとですね、この中にプラスしてサバンナ高橋さんと、次です、これ重要です、梶ヶ谷拓也という芸人さんも出るんです。この梶ヶ谷拓也さんという方はですね、この iPhone6 の Apple Store 銀座行列の時に一緒に並びました。僕は iPhone6 の時に、まあ、12日前に並び始めて4番目だったんですけど、その梶ヶ谷拓也さんが僕が並んだ次の日かそれぐらいの日に並びに来まして、まあまあ7、8番目で並んでました。でそこでまあ、約10日間一緒に並んで、はい、で今 LINE のApple Store 銀座の行列組先頭で LINE のグループ10人ぐらい作ってるんですけど、そこでも一緒に LINE のグループに入っていて、はい、いろいろ投稿しております。吉本で一番 iPhone、Apple 製品に詳しいというされている方で、多分それで今回のアメトークに招待されるようなことになったんじゃないかなという予想しておりますが、さあどうなんでしょうか、わかりませんけど、アメトークに出演されるということで、皆さんぜひね、見てみてください、アメトーク。iPhone 使いこなせてない、iPhone 使いこなせてない芸人というのをやりますので、で、日付はですね、1月29日の木曜日、夜11時15分からです。テレビ朝日系列なので多分どこでも見れるかなと思います。もしね、 iPhone 使いこなせてないなと思っている方もね、ぜひご覧ください。もしかしたら、あーこれはあるかもっていう感じのトークが出てくるかもしれない、共感できる部分がたくさんあるかもしれないのでね、 iPhone 使いこなせてない芸人アメトーク、ぜひ見てみてください。下のリンクのところにアメトークの URL を貼っておくので、そこから予告編を見ることができます。で、梶ヶ谷拓也さんはですね、青い T シャツを着てますので、すぐにわかると思います。ということで、ぜひですね、29日11時15分からアメトーク、 iPhone 使いこなせてない芸人をね、ぜひご覧ください。ということで、バイバイ。